はい、ひとつきまさしみです。今日はですね、とっても痛ましい無差別殺傷の事件の、実は13年目です。で、こちらの事件から見てですね、加害者、ね、被害者は当然痛ましい。痛ましいんだけども、なんで私がね、この菅さんの本と安倍さんの本をね、こう持ってるか。ね。他にも二階さんの本とかもあるんだけども、やっぱりね、実はつながってるんです。ピンとこないかもしれないけども、今回の事件と、この菅さんとか安倍さんとかの子供時代の話。で、そして、この無差別にこの殺傷事件を起こしてしまった人の子供時代の話とかって、すごい実はつながってる話で、これがものすごく大事な問題としてね、日本の政治を歪めているし、で、さらに権力を持っているような、こういう人たちの幸せにもつながってないんだ。で、当然こういう人たちが不幸だったら我々も当然不幸になるっていうような話をですね、ちょっとコンサートしてみたいなというふうに思って話をしたいというふうに思います。それではね、ちょっと見ていただきたい。今日はね、かなり重たい話題になると思います。だいたい15分ぐらいのところから政治家の話題とかの話になって、最初はちょっと前半がね、その事件の話になると思うので見ていただければと思います。それでは、スタート。はい、ひとつきまさしみです。今日はですね、とある事件から、13年なんですよね。それは何なのかっていうと、東京の秋葉原で2008年に17人が、死傷されたですね、無差別事件があったわけですよ。で、それからちょうど13年ということで、事故現場となった千代田区外神田の交差点には献花台が設けられて、友人の人たちが、花を用意したりね、してですね、非常に、死者を悼んだと、冥福を祈ったと。こういう話があります。で、当然ね、これによってお亡くなりになった方々っていうのは、ものすごく、かわいそうだし、もう痛ましいし、どうしようもないなというふうに思うんですけど、この秋葉原の事件の実行犯の人っていうのが、じゃあ、どんな境遇を持ってたんだろうっていうことを含めてね、やっぱ叩くだけでは、やっぱ意味がないなと。いうふうに思って、今日はコンさんとね、どうしてこういう事件が起きたんだろうっていうところ。あともう一つは、余命5ヶ月を宣告されたですね、35歳の男性。これはですね、お母さんからものすごい、いじめられていたわけですよね。で、いじめられていて、やっと自分の家族が持てたというふうになったにもかかわらず、ちょっとこういう悲惨なことになってしまってですね、一体どうしようと。いうような記事とかもあって、ちょっと今日はいろいろ重たい話題です。だけど、すごく大事な話なので、よろしければね、聞いていただけると嬉しいなと。やっぱりついついなんかあったら叩けばいいっていうふうに思いがちだけども、そうじゃないんだよっていう視点も含めて、話をしていきたいと思います。コンさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。秋葉原そうのです。事件の時、どこにいらっしゃいました？僕は家に行ってた。でね、ちょうどアイラのね、沢田君がちょうどアイラに着任したぐらいの頃だったんだ。今ね、これね、東京を捨てるの著捨て者るね。の著者の沢田君がアイラに入って、で、かなり一発目の記事だったんじゃないかな。当日に電話かかってきて、加害者の勤務地まで、もう行っちゃうと、今からと。もう目の前で秋葉の事件が起きてんだけど、もう抑えたから、もう勤務地まで今新幹線乗って行きますわっつって、ものすごい早かったよ、沢田君の動きが。おお、なるほどね。アイラの記者ね、当時この。いつ、そう、こいつできるなって当時から思ってたけど、それでね、僕はだからそれで遠隔でどのように、なんていうかな、勤務地が具体的にどこだとか、オンライン上でいろいろ調べて、彼に情報を振って、彼が実際に動いてアイラの記事にしたってのがあって、で、だから覚えてんだけども、ものすごく当時、なんていうのかな、25歳の派遣社員っていうところが強調されていてね、それで、やっぱり非正規雇用の人たちが社会に対する、なんていうかな、憤懣やる方ないところがね、露呈したっていう文脈が、まず一線に出てきたわけよ。でね、僕はね、なんか違うんじゃないのって当時から思っていて、で、そして、要するにね、非正規雇用だから何、無差別殺傷を起こすってことは、そんなことはねえだろうと。いくらなんでもね、それは。そう。単で純も化しそ、すぎというか。
まあそこはけどクローズアップされていたのはもうみるみるその非正規雇用が増えていったっていうね、まあ時代背景もあるんだろうけど、そんな簡単になんていうかな、秋葉で爆発したりしませんよと、トラック運転して引きまくるなんてことはそうそうない話なんで、もっと根深いだろうなと思っていたらですね、後でまあいろんなことが湧いてくると、やっぱりってことが起こる。でね、実はね、これ悲しいことに、この加藤智大っていうね、加害者の弟がいて、加害者家族なんだけど、弟は何も悪いことしてないよ。悪いことしてないけど、実は一人でお亡くなりになってるんですね。弟の方がね。恐ろしい話ですよ。その弟が手記を残していたんですよ、実は。それを、2014年の段階だから、事件から6年経った、頃に、週刊現代がすっぱ抜いております。で、これで、ああ、やっぱりって僕なんかは思った。それは何かっていうとね、弟がこういうふうに言ってんの。兄貴は、実は自分のことを、ね、母親のコピーだと。原本は母親なんだと。で、母親は特殊な教育があったんだっていうことを弟に言ってたらしいのよ。でね、まあ、弟の指摘によるとですね、まあ、亡くなる前に書いた手記によると、事件直後、加藤は両親なんか他人だと供述していた。で、まあ、事件から1週間後、この週刊現代で弟が告白してるわけ、どういう母親だったのか。ね、読み上げるとね、小学校時代から友人を家に呼ぶことは禁じられていた。友達と一緒に遊べないんですよ、自分の家で。でね、テレビで見られるのはドラえもんと漫画日本昔話だけ。きついね。耐えられんわ、俺だったら。ね。で、作文や読書感想文は母親が検閲して教師受けする内容を無理やり書かされた。で、兄は廊下の新聞紙にばらまいた食事を食べさせられていた。廊下の新聞紙。廊下の新聞紙にばらまいた食事を食べさせられていた。もう犬みたいだよ。でね、加藤自身も自分のか、あの、あの著書でこういうふうに書いてある。母親は自分が絶対的に正しいと考える人でした。母親の価値観が全ての基準です。その基準を外れると母親から怒られるわけですが、それに対して説明することは許されませんでした。ね、私のやり方も同様です。このやり方っていうのは犯罪のやり方ね。誰かが私に対して私の価値観で間違ったことをしてくると私は怒りました。ものすごく弱者を支配する母親の構えが、この息子が息子より弱いと思われる、無防備な、秋葉の観客たちをトラックで引き倒すってことをやったの、全く母親が自分にしたことと同じなのよ。なるほどな。彼が受けた母親からの、言動っていうのは、これはギャーそのものですよ。だけど本人は日常だから、わからないんだよ。小学校ぐらいか、ちっちゃい頃から母親に支配されてるから、なんかうちは家がきび、ハウスルールが厳しいな、ぐらいしか考えてないわけ。自分がとんでもなく尊厳を傷つけられてるっていうことに我慢し続けるってると、なんていうのかな、自分で自分を守れなくなっちゃうわけね。で、ギャっていうのはそれぐらい恐ろしいことなの。小さい頃から支配されることが当たり前だよ、お前は、っていうふうに育てられるわけ。ね。多くの人はさ、そういう心理的な虐待とか、あ、言っちゃった、ネグレクトとか、なんていうか、そういうものが軽いかのように思われてて、身体的虐待のように殴ったり蹴ったりっていうことだとみんなかわいそうって言うけど、心理的な支配っていうものは、いいじゃない、手が出てない分だけ、みたいなふうに、こう、なんだろう、痛みとかさ、辛さっていうのをさ、なんていうの、勝手に査定しがちでしょ？だけどね、僕はよく言うけど、古谷経平さんって、評論家のね、こういう毒親との、ね、で絶縁するって本書いたりと、この人は精神障害者ですよ。じゃあ何を受けてそうなったかというと、教育ギャですよ。ね、教育ギャなの。だから、殴られたりしなくても、ギャについては、小さい頃からやられてたら、それはね、
おかしくなるんだって、精神が。そうですね。で、精神がおかしくなるだけじゃなくて、精神の不調は体の不調にもつながってくるんだよ。うんうん、それで、ちょっと次の話題にあえていきますけど、はい、ちょっとこの事件自体を掘り下げると重すぎるので、うん、それで最近有名になってる、ホッシーさんですね。余生満喫中っていうツイッターのアカウントのね、はい、まあ、ホッシーさんなんて、東京新宿区にお住まいのね、はい、男性なんだけども、彼も自分が、子供の頃から辛かったっていうね、ギャの話を延々と SNS に投稿してる。うん、で、余命5ヶ月だよ。恐ろしいね。うん、あ、まだ35の若さだよ。彼がやられたのは、平手で殴られ、タンスに頭をぶつけた、階段から突き落とされた、うん、その後遺症、いい？ギャの後遺症から、いくつもの人格が現れる乖離性同一障害。同一性障害と診断され、うん、両親とも疎遠になっていった、うん、これは辛いさ、な、自分のせいじゃないんだもんだって、うん、自分のせいだったらまだわかるじゃん、自分が勉強しなかったとか何か怠ったとかさ、うん、でやるべきことをやらなかったからいけないんだっていうふうに自分で責めるのはわかるけど、もうね、親に対してはさ、親からいじめられちゃうとさ、もうなんていうの、小さい頃から抵抗できないってことなのよ、うんうん、ずっと支配されちゃうわけ。それで気がついたら自分の中で心身ともに病気が現れて、この35歳という若さで余命5ヶ月と宣告されちゃうわけさ。内臓疾患、しんどい、めっちゃしんどいのさ。だって私より若いですよ。そう、うん、だから僕なんかが思うのは、もちろん世の中ね、日本人の多くは、実は親からかなり不遇とか不当な扱いを受けているんだけど、うん、我慢してる人が多いの、うん。だから自分が実はサバイバーじゃんって気がつくのって、30後半になってからなんだよ、実は。うんうんうん、多くの人、もう人は、10代とか、その子供の頃にリアルタイムで、気がつかないんだよ、自分がサバイバーであることに。うん、だから、ギャのことをレアケースだと思ってる人多いんだけど、違うよ、うん、ほとんどの人が受けてると思うよ、日本人は。なぜかって言ったら、歴史的にこの国には子供を守るとか子供を大事にする文化がそもそもないからなの。この冷酷な現実を見つめないとダメ、ね、みんな子供を愛してるとか愛されてきたとか思いがちだけど、うん、そんな歴史が日本にないのに誰が愛してくれるの、うん、大抵は親が子供を支配したりしてるんだよと、うんうん、で、子供は不当な我慢に耐えてるんだよと、うん、そこに気がつかないとね、あんたね、親なんてどこの家でもそんなもんだよとかさ、うん、簡単な一般論を平気で言いがちだけれど、うん、自分が嫌なものは嫌だって言っていいことなんだ、うん、で、小さい子供の時ってさ、大人に対抗するのってめちゃめちゃ違う、なんていうの、心労をたたるやん、うん、ね、例えば有効少年が学校行きたくないって言った時に、うん、ね、それでも行きなさい行きなさいって言われてたら、うん、もうめっちゃしんどかったと思うよ。めっちゃしんどかった。もう柱にしがみついて絶対に嫌だって言ってた。そう、うん、そう。で、実際不登校児の多くはもう親がそういうふうにこうとにかく行きなさいみたいなこと言われると、うん、もう大黒柱にしがみつくしかないやん、うん、みたいなさ。で、そういうさ、世間を味方にしたさ、同調圧力って親だけじゃないわけじゃん。うん、学校に行くとか行かないのなんか特にそうだよね。うんうん、だからまあ、うたぽんくんがいじめられるのもそうなのよ。彼は全然自分の学びたいことを学んでいるわけでさ。うたぽんくんはね、不登校で YouTuber やってるね。そうそうそう。うん、そう、僕は彼にもお父さんにも会ってるからさ、うん、まあどういう人か大体わかるけれども、うん、会ったこともない人がさ、学校行かせないだけでギャだとか言ってるわけよ、うん、ね、行かせないんじゃないの、本人が行きたくないっていうことに、うん、お父さんもお母さんも悩んだの、うん、当然で子供の意思を尊重しようって、うん、だから自分が学びたい、学校行かないんだったら何を学びたいんだということで、うん、あれもしたいこれもしたいがある、ね、うん、空手、最近空手の試合に出るとか言ってるけどね、うん、だから意味じゃない別にね、うんうん、亀田兄弟がなんか誘ってくれたらしいけども、うん、あ、うん、でも別にそれはそれで、その道もあるじゃん、子供の頃だから、うん、まだ中1だよ、だって、うん、人生これからだっせ、空手マンになるかもしれないし、
ね、J リーガーになるかもしれないし、ね、分かんないよ、中1の段階で。だから何でも試したいっていうのは、うん、それはもうそんなありがたい家があんのかっていうぐらいだからさ、うん、逆に。だからね、僕は子供の尊厳っていうことを全部とにかく普通になりなさいとか、うん、学校に行きなさいとか、うんね、当たり前のように大人は言いがちだよね。うん、だけれど、そのおかげで自分は勉強に向いてないなって子もいるし、うん、勉強は確かにできるけど、心が虚しいって子もいっぱいいるわけ。うん、なんでかって言ったら成績は悪くないけど、だから何をやりたいかって言われたら困っちゃうなっていうさ。うん、だからとりあえず東大行きなさいって言われてるから頑張るけどさ、うん、でも東大行ったからって俺は別に何かやりたいことないよと。ねえ。で思ってる子は少なからずいますよと。だから空っぽのまま財務省の官僚になったり電通マンになったりされても困るわけよ、こっちが。うんうん、つまり一般消費者なり市民、うん、一般市民が困るわけよ。うん、だって国民を守りたいって気持ちすらないわけだから、うん、周りの東大の出身のお仲間と一緒に暮らして、ね、わあ楽しいっつって、うん、偏差値80の世界で和気あいあいやってるわけでしょ。いやでも、ね、俺、あ、どうぞ、うん、あ、どうぞ。だから僕はそういうことを考えると、何も学校行かなきゃいけないとか東大行かなきゃいけないとか偏差値上げなきゃいけないとか、ね、言ってるあたりからもうさ、子供ギャーなんだよ、僕からすると、うんうん、まあでもそれ一番最近でね、ギャーされたのって、うん、有名な人って誰かっていうと、うんうん、私は安倍晋三だと思う。そうだと思う、うん、安倍晋三のその愛に飢えた少年はなぜ独裁者になったのか、沈黙の仮面っていうね、うんうん、名著でさ、ね、あれは面白かったですよ。面白いでしょ、あの安倍晋三っていうね、あの晋三くんが少年時代に一体何をされてきたのかっていうね、あのことがいっぱい書いてあった。こんな家庭環境だったら、うん、まともに育つわけがないってよくわかる、そういう状況だったな、うん、だってお腹痛いで総理辞めるって何それって思うでしょ、うん、多くの人はやっぱり、うんうんうん、それがさ、ちっちゃい頃だからずっと持ってる持病ってどういう意味、うん、って話なんやけど、だから僕なんかもね、ずっと家にいた頃だから19まで予備校行ってたから19まで家にいて、はい、で一人暮らしを始めたらさ、うん、それまでずっとちっちゃい頃から神経性胃炎とか、うん、大腸がどうのとかって、うん、女内臓がとにかくすぐ痛くなってすぐ下痢するのよ、うん、ところがさ、一人暮らしした瞬間にピタリと止まるわけ、うん、環境によってこんなに違うのかと、つまり親がいるいないでこんなに違うのかと、うん、ピリピリしてたんですよ、僕の家って、うん、でそれって家に行ってたら分かんないんだよな、意外と、まあ、ずっともうそれに慣れてるからね。そう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 、だからこういう事件を見た時に、秋葉の事件であんな頭のおかしいやつがやってるさとかさ、うんね、それによって被害者がね、無差別に殺されるなんて、ね、とてもこう辛いと、うん、それもそうなんだけど、うん、実は僕らが見逃しているのは親子関係なんだよと、うん、これが意外と日本の犯罪だったりあるいは病気だったり、っていうところにどうしても色濃く出てきてしまってるんだよ。この前読んだ本に、ね、うん、二階さんの子供時代について書かれてるやつがあったんだよね。おお、二階さん顔が子供っぽいよね。確かに確かに、うん、で二階さんのね、子供時代を、うん、読んでいるとですね、うん、やっぱりあの母親との確執っていうのも、うん、と父親の確執がすごかったね、うんうん、いやちょっと今出てこないな。ちなみにこれですよ、うん、沈黙の仮面、はいはいはい、はい、ね、これ面白い本ですよ、はいはい、面白いですこれ、うん、でやっぱり二階さんと、うん、その、うん、菅義偉と安倍晋三の、うん、なんていうかこの幼少期を考えると、なんかこのコロナの中にあるさ、うん、その全くその辛い人へのなんか思いやりみたいな感じないですよね。そう、うん、だから無自覚な人は、つまり親子関係を清算できないで、うん、無自覚な人は自分が親と同じようなことをロールプレイで演じてしまってるわけ、うんうん、だからこの秋葉の事件の弟も同じこと、兄に対して同じように指摘してるわけ、うんうん、あんな母親に育てられたら自分が誰かを今度は弱者を支配したくなるよ、うんうん、
だから弱者を虫けらと同じぐらいの、うん、あの位置に置くわけだよ、うん、だからこれだけ国民が1万人以上感染して亡くなってたとしても、うん、ね、はい五輪はやるんだよと、うん、国が大事、国民は下でいい、ねね、1万人以上死のうが2万人死のうが20万人死のうが200万人死のうが、うん、関係ないよ、五輪はやるんだよ。だって菅さん、あ、どうぞ。あ、だからそうなると後でまあそういう話もするけどさ、うん、あの結局はね、自分の親子関係を政治に反映させてしまうってことなの、うん、これって恐ろしいでしょ皆さん。いや怖いよ。菅林だって19歳か18歳か、それで自分の地元を捨てて横浜市民になってる人、うん、その後ね、その後横浜市民になって帰らない人ですよ、うんうんうん、何度も言ってるけど、だからその親と縁切るっていうことですよこれは、うん、だから何かあったんだからそれは親と違うものを自分は目指す必要があるんだよ、自覚的であれば、うん、そうですね、うん、でも無自覚が一番怖いわけ、うん、自分がされてきたことに対して世間に、まあ菅さんの時代は残念だけど、うん、親がとんでもないことされ自分がされたとしても言えなかった世代だよ、うん、72歳だから、うんね、言えなかった世代だけど自覚的になる必要はある、うん、親と同じようなことしちゃいけないんだっていうふうにさ、うんうん、単純にそういうことさ。そう、それでね、僕は今回の35歳で4年5ヶ月の、うん、もう彼なんかはね、ホッシーさんなんかは、うん、あの今でももちろんまだ生き、ね、ご存命でいらっしゃる、あと4年5ヶ月っつっても一緒に、うん、あのそれをあの自分のされてきたことをバッて書くために、うん、まあノートってブログのノートね、うん、うん、あれで書き始めたわけですよ。すごいね。すごい、すごい。僕はね、だから、鬱憤やる方ないから、とにかく秋葉で無差別殺傷って方向に行っても、まあ誰も救われないよ。うん。うん、だけど自分はこんなに辛かったよってことをちゃんとアウトプットすることによって、うん、あ、なるほど、それは私も分かるわっていうふうな人が増えるよね、うん、そう、これが大事。あの何もさ、無差別に人を殺さなくてもさ、うん、ね、自分が辛かったってことをアウトプットすればインターネットによってみんなが理解してくれる時代になったんだよ、うん、うん、全くです。そう、誰かを殺す必要はないよね。うん。うん。このね、そう、この、うん、なんか、すごい、その、このホッシーさんはさ、うん。すごい、もう話すだけで痛ましいけど、35歳になって余命5ヶ月で、で、うん、子供の頃に母親からいじめられたことが原因で病気になったりとかして、やっと、なんか、ご結婚されてね、自分のその家族もできて子供もいるけど、うん、それで余命5ヶ月 でそして自暴自棄になることもなく、うん、ね、こういうふうに書かれているっていうのが、うん、俺ね、まあ、ちょっとね、菅義偉とか安倍晋三はこういう人から学んだ方がいいですよ。あ、全くその通り。あのデイビッド・アトキンソンとか竹中平蔵とか高橋陽一とかから学んでる場合じゃねえ本当だよ、うん、もうね、どれだけ厳しいか、俺これね、星さんの、言うてることで僕はものすごく心当たりがあって、うん、あのね、幼い心に鮮明に焼き付いてるシーンがある、うん、2歳半の頃、星さんがね、うん、で精神疾患のある同居の親類男性、はい、同居してたんだ、親類男性が、おうおうおう、がね、で母親に殴りかかろうとしている場面だと、うんうん、要するに2歳半で覚えてる。俺ね、同じことあるんだよね、うん、うちの父親がうち あの発達障害を持ってる母親を、うん、あの平手打ちピーンってやったのを、うん、うちのお父さんのお姉さんの、うん、うちのおばさんの夫婦の家に東京だから遊びに行ったの、千葉からね。でその時にその部屋で僕のママをポーンってやったぞっていうのはずっと思ってる、うん、それがね、おそらく3歳近くの頃だと思う、うん、まだ妹いなかった、うん、妹4歳下なんで、だから覚えてんのよ、2、3歳でも、うん、でね、ママをいじめるなって夢中で母親の前に立ちはだかり、うん、必死に止めようとした。星さんはね、2歳半なのに、で親類は星田さんを平手で殴り、体が宙を飛んだ、うん、次の瞬間頭をタンスに打ちつけていた。タンコブがとても痛かった。母親が泣き叫び、親類は錯乱していた。4歳の頃には階段の上から突き落とされた。恐ろしいな。30年以上、ね、
うん、かもね。ごめん、ごめん、ひとつきまんさつ。いやいや、カンパちょうだい。本当だよ、本当だよ。30年以上経た現在も、その場面が映画のシーンのように何度もフラッシュバックする。週に2度、2度、3度、早朝に目が覚めて過呼吸になり、体が震えるって、今だよ、これはね、もう大人になってからだよ。外出中も突然記憶が蘇り、息苦しくなる。ね、自宅はまだ良いのですが、外にいるときは必死でトイレなど一人になれる場所を探します。家の中ですらだよ。症状が治まるまでそこでずっと耐えるしかないのです。そう。それで彼のね、僕は救いはね、25歳のときに診断がついて、まあいろいろなね、疾患が出てきたんで、診断がついて以来、両親とはほぼ絶縁状態となった。ね、比較的裕福な家庭で育ち、親からは手は挙げられていないが、星田さんは十分な愛情を受けなかったと感じている。これすごく大事なこと。あのね、まずね、25歳って加藤智大が事件を起こした年齢だよ。25歳でホッシーさんは家族、両親と絶縁状態になっている。もし加藤智大が両親と絶縁してたら、あの事件は起きなかったよ。なるほど。そう、早く気がつこうよ。自分がされてきたことは嫌だったことだなと思うんだったら、家から離れて両親と連絡するのやめましょう。それで自分が信頼できる友達とか恋人とか、そういう人と仲良くしましょう。別に親なんかいなくても別に生きていけるから。で、繰り返し言われた、このホッシーさんが繰り返し言われた言葉がね、嘘ばっかりついて、あなたのことは信じられないって、こういうことをさ、繰り返し言われるとおかしくなります、人間。本当のこと言っても嘘ばっかりついてとか言われちゃう。だってさ、幼少期とか小学生時代は母親から毎日のように叱られていたってわけよ。これまさに加藤智大と同じなのよ。で、多分年代的にも同じだよね。13、だいたい変わんないよ。13年前の事件ってことは、まあ、ほぼ変わんないな。今35だから10年ぐらいでしょ？ 3 つぐらいしか変わんないんだよ。星さんと加藤智大って。で、しかも星さんの家は、なんていうかな、比較的裕福な家庭で育ち、これがすごく実は今大事なところで、貧困家庭とか新ママとか新パパに虐待が多いって勘違いしてる人がいるわけ。なるほど。俺、これはね、本当に偏見と差別そのものだからやめてくれって思う。そう。大事なことはさ、親の所得と関係なく子供ギャバ怒ってるよってことなの。だって、安倍晋三とかさ、どんだけ金持ちなんだよって、金持ちの上に権力者じゃねえかって話だからね。全くそうなのよ。そう。だからよく左翼の人がさ、貧困なくせば虐待がなくなるとか思ってるけど、そうじゃないんだよ。全くそんなことないね。そまあう。でむしもろ欲しい。ね、こういうその虐待に対する知識ね、まあ、子供をいじめることがどれだけ社会に歪みを生むかっていうことは、やっぱ、なんだろう、理解しておかないとね。まあ、今回なんで私が安倍晋三、二階幹事長、菅、義偉の名前を挙げたかっていうと、やっぱり政治家の幼少期ってすごく大事だと思うんですよ。で、幼少期に起きた傷をそのまんまやっぱり民衆に対して跳ね返していくっていうね、これは起きる。で、それが権力者だとそういうふうになるし、で、あとはもう一つ言うと、それが権力者にならなかった、まあ秋葉原のような事件が起きたり。でも親とね、離れたね、ホッシーさんっしていだ。う事例とかもあるわけで、ここはね、本当に真剣に考えないと、私はダメだと思いますね。例えばね、ちょっと私はね、今回の件、確かに痛ましい話ではあるんだけども、せっかくなんで、このみんなが注目する安倍晋三の話を少ししてもいいですか？このね、安倍晋三、私、ドッグイヤーいっぱいつけたんですけども、まあ、このね、安倍晋三のこの上記、子供の頃ね、すごく恐ろしいんだけども、安倍晋三がね、泣かない子だったって。
書いているんだよね。で、この泣かない子だったっていう風にあって、心臓が安倍晋三が5歳の頃ね、うん、まあこのね、なんて言ったらいいのこれ、養母って言ったらいいのかな、養母、うん、目のとね、あの、目のとね、あの要するに産母ですね、産母がいて、うん、まあ産母がいる時点でさ、もう、うん、金持ち、金持ちって感じがね、ね、うん、養母がいて、そのおに、うん、安倍晋三のお兄さんを傍らにね、家のそばで本を読んでいたと。ね、うん、あのすると大きな石が投げ込まれるような音がした、うん、あの目を向けるとあの心臓が池に落ちていた、うん、ね、なってるわけですよ。で、うん、まあこれをね、まあ、溺れて死んじゃうかもしれないっていう状況の中ですね、お兄ちゃんはですね、ワンワン泣いてるわけですよ、うん、でも心臓くんはですね一言も泣かないわけで、それをね、ウボは真の強い子だなぁと改めて思いましたって言ってるわけ。これもうおかしいよね。5歳の段階で池に落ちて、あの、溺れかけてんのに泣かなかって、いやぁ、真の強い子だって、いや、それ何かもうおかしいって。で、さらにこの養母がね、実母のゴッドマザーの養子からの求めもあって、しつけに厳しかった。昼間にいたずらをしたときは、風呂に入れた際にきつくしかり、お風呂でね、さあ心臓ちゃんお風呂に入りましょうとかって言われて、苦しんだーっていう風に言われてですよ、裸の尻をパチンと叩いて言い聞かせることもあったが、心臓は泣くことがなかった。もうだいぶ歪んでるよね。だって中学生まで一緒に寝てたんだよね、目の音と。そう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 、うんうん、歪むわ、うん。で、あの、それなんでね、あの、ウボと寝てるのかね、一緒にね、あの、寝てるっていうのは別にセックスとかそういう意味じゃなくって、寂しいからですよ、ね、そんだけさ厳しい、今言ったエピソードね、池に落ちて死にかけて泣かなくても真の強いことないって言われて、実母からね、厳しくしつけといてって言われて、ちょっといたずらしたらバカーンってこうケツ叩かれるような人に、寂しいから夜は一緒に寝てって言うってことは、お父さん、お母さん、おじいちゃん、岸信介、これがもっと恐ろしい人たちだったってことだよ。あの、橋本聖子の幼い頃にも似てるよね、通底してるよね。そう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 。いやー、橋本聖子はね、あの、オリンピックの選手で、今、オリンピック組織委員会の会長をされているけども、その自転車にさ、あれ、5歳かなぐらいの時に補助輪なしで乗れなかった、うん、5歳か4歳の時に。で、それで、なんで乗れないんだバカ野郎とかっていう風に言って、なんか池に、北海道ですからね、ちなみに住んでんの、うん、あの、ぶん投げられて、で、お父さんにね、で、それでなんとかして這い上がらないとっていう風に這い上がって、この自転車乗れるようにならないとダメだと思って、うん、徹夜、おそらく、うん、あるいは早朝3時ぐらいから起きて練習して、お父さん乗れましたっていう風に報告をする、うん、そんな教育受けてさ、まともに育つと思うか。ちなみに、あの、オーストラリアのね、トップアスリートたち200何人を2015年にね、研究した結果、46% が精神疾患を抱えていたっていう。何かしらの精神的な病、健康面で問題を抱えていた。だから、この、私、安倍晋三とか橋本聖子とかね、いろんな人たちって権力の上の方向に行くんだけど、その原動力って子どもの頃歪められた愛情が欲しいとか、あるいはいじめられたなんかそういう傷だと思う。で、権力がない人たちは秋葉原でこういう事件を起こしたり、まあ、あるいは星さんみたいにもごくごく稀にこういう風にね、あの、なる人もいらっしゃるわけですよ。で、こういう現状なんだよっていうことを理解して、まあ、日本が政治的に取り組んでいるのか、これは全く取り組んでいないわけですよ。取り組んでないね。だって自民党の憲法草案とか見たら、なんかこの問題が強烈になるんじゃないかって思うんだけど。本当だよね、うん、まあまあ、うん、あのね、問題なのは、あの、自分が頑張って育てているからっていう親の自意識が先行してしまうってことなんだよね、うん、子どもの意思よりも、うん、だから子どもの権利条約の意味が分かってる人っていっぱいいる、うん、いるかって言ったらそうでもなくて、子どものためにと言いながら、こうね、実は大人の都合を通したい人たちっていうわけよ、うん、
ね、子供の権利っていうのはあなたと同じ権利が子供にありますよって言った瞬間に対等になるはずなんだよ、本来だったら。生存権とかさ、ね、あるいは誰にも支配されない権利だったりさ。ね、だって別に親がなくても子は育ちますからね、言っとくけど。だけど日本では親権者の奴隷になってます。日本の子供はね、奴隷という以外に使う言葉がないぐらい子供に人権ないから。それでまあ子供基本法を作ろうっていう動きもあるんだけれども、まあ自民党だからね、子供の権利っていうものがよく理解されてないわけですよ。だいたいコロナに感染しても尾身会長の意見は自発的な勉強、研究の成果のことでしょっていうふうに、ね、言うような国ですから。で、そうすると、せっかくいいことを誰かが言ったとしても、ね、今まで通り、つまり子供の権利なんて誰も考えないっていうさ、そのままの法律が増えていくだけの話なんだ。だから苦々しいかもしれないけど、子供の権利っていうのは親や教師がガーガー言ったところで子供自身の意思が守られるかって話なの、突き詰めると。だって子供のために私はね、すっごい愛してるの、もう塾なんて週7分出してあげてるのよ、おほほほほとかっつったらさ、頭おかしいってって、それ そう、そんなこと、それ全部耐えてたら子供はどんどんおかしくなっていくよね。ちなみに政策的にきちんとやってるのはやっぱドイツですよね。そうです、そうです。まあ、ドイツもそうだし、まあ、大体欧米はね、訴訟社会だから、子供が訴訟するっていうのができる前提の、まあ、インフラも整えるわけ。だから当たり前だよね、裁判を受ける権利っていうのは、子供であろうと大人であろうと、誰でもできるようにしとかないといけないわけだけど、日本の場合は親を売ってることなんて、まあ、できないでしょう、なかなか。よっぽどおじいちゃん、おばあちゃんがものすごい田舎に住んでて、東京で親子が核家族やっていて、で、ギャが起きたりすると、親を訴えたいんだけども、結局は田舎のじいさんばあさんに身柄を移さないと、結局、まあ、なんだ、俺を訴えるっちゅうのが悪い、ピシンってなっちゃうわけじゃん。まあ、それなんで関西弁なんだ、東京なのって思うけど、まあ、そういうふうに、要するに子供が法的に対等に立てない、つまり裁判をしたくても裁判ができない。もうその時点でおかしいじゃんって、どうしてみんな言えないのかって言ったら、子供の立場に立ってないからなんだよ、簡単に言うと。ね、そうするとさ、ね、よかれと思ってさ、皆殺しってことが起こってくる。なんで、このね、まあ、ヒトラーがね、やっぱり子供の頃にお父さんからとんでもないこのいじめを受けていて、で、そしてそれをこう跳ね返すっていう話が、国民に対してだよ。で、それはもう全世界に行こうとしたわけだ。で、それの反省があるからね、ドイツはその親権っていう問題を親権、今、親権っていう問題、親権にって言うんだけど、親権って親の権利っていうのを、ちょっとこれ本当に必要なのかってこう考えている。まあ、そういう歴史があってですね、実際法制度の改革とかあるんだけど、日本はないね、ない本当ね。に。民法いじるのに10年かかるって山田太郎さんですら言ってたな。まあでも実際かかるかもしれないわけ。親権制度が結局は子供いじめを動機づけてしまってるからね。これがポイント。つまり親の言うことを聞きなさい。なんで？って言った時に、親権者だからで成立しちゃうわけよ。だって子供の意見表明権とか言ってるけど、別にそんなの意見聞いてやるわ。だけど、お前の言う通りにはしないぜっていうのが子供の意見表明権だからね、言っとくけど。そのおかしな話でさ、大人の意見表明権じゃないでしょ。意見表明権っていうのは、ちょっとそもそもおかしいんだよ、僕からすると。でも、生存権を守ってくれよと。そう、それを守れるのが親権者なのに、親権者によるギャがあるわけだから、当然だけれど、親権者チェンジってできる権利ぐらい子供に与えてくれよと。子供がもうチェンジって言った瞬間に家にもう親権者がいられないっていう状況。それでいいじゃん。なんでいけないのと。なんでかっていうと、夫婦は契約関係なわけ。だけど、親子は契約関係じゃないじゃん。生まれた瞬間に嫌でもその親のもとに育ってしまうわけだから、だから子供の方からノーと言ったら、はい、もうお母さんは外に暮らさなければなりませんぐらいの権利があってもいいはずだよと。だってお母さん選んで、恨んで生まれてきたわけじゃないからね。まあ、本当クソオカルトになるとね、子供を選んできたとかっていうね、話になるんだけど、本当によ やめてくれっていうの、本当に。
何の罰ゲームだよっていうね。本当だよ。そういうガチャやめてくれって話でさ。もう、だからまあ、ね、そうなの。結局、自分が選び取れるのが人生であるってことが個人の尊厳を守るの。自分が選べないっていうのは何によってって話なわけ。で、大抵は法律を根拠にするから、法律を根拠にした瞬間に子供には何の自由も権限もないの、日本には。残念だけど。全部を、職業許可をするのも親。ね。子供の財産を管理できるのも親。子供がどこに住もうと生きようとっていうことを考えてたとしても、それを決められるのは親。全部親権者の権利なの。子供には一切の自由と権利がないよ。民法を読んでくれ、みんな。お願いだから。びっくりするぐらい子供の権利ないよ、この国には。まあだからそういうさ、現実があって世界からは遅れていて、ね。で、例えば二階幹事長とかね、まずお父さんがさ、まあ戦後ね、戦争に負けたから、何をしていたかっていうと、確かね、その船の戦艦を解体して、でそれを他の、戦勝国に売るっていう商売。これでね、儲かってたんだ。儲かったんだけども、公職追放にあって、それも全部ダメになっちゃったわけ。なるほど、なで、お母さんはその当時珍しくて女医さんなんですよね。で、珍忙しい。しいから、あんまりね、構って家あげにいらない。れない。構ってくれない。で、そんなお母さんが、まずだからお父さんはその権力によって振り回されるっていうのを見てるわけですよね。二階俊博くん。ね。で、お母さんは家にいないわけ。で、そんなお母さんが、なんて、これ二階さん自身が書いてたんだけども、真面目に頑張っていればそれなりに報われるのよって言われたって書いてるのね。あ、だから俺この人総理じゃないんだって。なるほどね。器じゃねえな、本当に。それなりにっていうことはさ、要するにどれだけ努力してもそれなりなんだよ。で、さらに、あの人ほど権力握りしめたがる人いないじゃん。でも、幼少期にお父さんがそんな目に遭ってたら、そら怖くて手放せないよね。もうあの人82だよ。今、もう、あ、ごめんごめん、もう引退するわっていうふうに言っても、何にもならん、もう誰も困んないじゃん。だからそうあ、やっどうぞどうぞ。て、で、どうぞ、どうぞ、引退してください。もうどうぞ引退してくださいになるじゃん。だから、安倍晋三、菅義偉、二階俊博とかの幼少期、まあ、あと小池百合子も私は結構調べましたけども、このすごい子供の頃にものすごい傷を負った人たちっていうのは、のごく一部が権力者になるんですよ。で、その権力者がまたそういう構造を強化してしまうわけですよね、自分がされたこと。で、多くの人は、そのいじめられた社会の中で、過去を持っていても、権力者に当然なれるわけじゃない。そうすると、爆発をしたりね、秋葉原殺傷事件みたいな感じで爆発をしたり、で、あとは、その、ごくごく稀に成人、すごいなって思うよ、ホッシーさんとか、みたいになれる人もいる。だから、ホッシーさんとか、すごく応援した方が私はいいと思いますよ。全くそうだし、ちょっと飛躍のように聞こえるかもしれないけど、ザ・ホワイト・タイガーってネットフリックスオリジナル映画があります。インド映画です。インド映画っていうといつも楽しいものがもうみんなの認知だとあるじゃん。踊るマハラジャとかさ、ね、ロボットとかさ、すごいエンターテインメント的に楽しいものがあるけど、このザ・ホワイト・タイガーっていうのは小説がオリジナルなんだけども、すごい映画です。何がすごいかっていうと、インドの田舎から、いわば成り上がりで起業家になっていく男の話なの。で、要するにね、彼が言ってるのは、インドで、特に田舎に生まれてしまったら、ね、まあ、カーストがあるわけ。カーストにも上位カーストと下位カーストがあって、彼は下位カーストなわけ。で、そういったものをかいくぐってね、まともに稼ごうと思ったら、まともにかどうかわからんけど、犯罪者をやるか、政治的主導者になるかのどちらかだなるほど。っていうふうに言うわけだよ。なんか懐かしい響きだよね、これ。大体日本だと60年代ぐらいまでかな。そんな感じだったよ。なる昔ほどの、だかね。ら、学歴がないとか田舎に住んでて、小学校卒でやろうと思ったら、田中角栄は政治的主導者の方を選んだわけだよ。だけど、ヤクザを選ぶ人もいるわけだよね。
で、面白いな。ただね、インドの田舎だと、あと都市部もそうだけど、警察は買収できるんだと。だから自分の前科も消せるし、お金があれば。あるいはライバル会社の社長を、不当逮捕で引っ張ることもできるんだと。っていうような感じで乗せていくんですよ。でも、そう思わざるを得なくなったのは、カーストがまずあるけれども、お金持ちが、やっぱりこう、同じように賄賂を配ったり、まあ今でいうサラ金をあったりとか、まあそんな感じでさ、田舎の庶民たちをキュウキュウしてたからね、その搾取から逃れるには、そうやって、非合法でのし上がるか、政治的主導者になるか、どっちかしかないんだっていうふうに主人公は言うわけ。ザ・ホワイトタイガーね、すごいですよ。やっぱり、小説だろうけど、僕はね、生々しいなと思った。ものすごく映画見てて。なるほどな。まあ今日はね、ちょっと秋葉原のね、事件があって、で、まあ私はその政治家のその幼少期っていうのはすごいやっぱり大事なことだと思ってるんだけど、なんかやっぱそういうのも含めて、あんまり子供時代って無視されてるよね。やっぱそういうことは危険なことなんだよっていうことをね、やっぱりきちんと伝えていかないとダメだなと思ってね、コンさんと。で、それだからこそコンさんはこういう本を売ってるんですよと。ね。で、そしてだからこそこういう本をね、コンさんはしっかりとその国会議員届けたいんだよ。で、まあ100人、国会議員100人、地方議員100人、あと経営者100人には届けられました。で、まだまだね、届けていきたいなというふうに思っていますので、よろしければ看板いただけるととてもありがたいです。ということで、まあ、新刊も買ってほしいなというふうに思いますんでね。いや、コンさん、今日はどうもありがとうございます。皆さんも重たい話なのに関わらず聞いてくださって、どうもありがとうございます。ありがとうございます。それでは、今日も読書、チャンネル登録といいね、よろしく。で、そして、こういうね、経済的な状況から抜け出す近道として副業講座も売っていますので、コンさんの応援になりますので、興味がある人は買ってほしいです。それで早は。めに買ったね。はい。いつも見ていただきましてありがとうございます。コンさんの副業講座3万3000円で販売しております。このような形で全10回という形でお送りしておりますが、こちらですね、さらに追加される予定になっておりますのでご期待ください。で、追加に伴ってですね、値上げする可能性もあるんですが、現在は3万3000円というふうになっております。まあ、こちらのですね、利益に関してはコンさんが行うですね、子供を、まあ、守るためのイベント、こちらにも利益を寄付させていただきますので、ぜひ見てほしいなというふうに思います。